様こんにちは、まおです。本日は私がグッズの収納方法に使用しているカインズホームのマルチチェストの中身をご紹介させていただきます。こちらのチェストをこれから使おうかなと思っている方や、あと購入したはいいけどどんな風に入れようか迷っている方とか、そういう方に少しでも参考になれば嬉しいなと思います。1段目には缶バッジを収納しております。呪術廻戦とツイステッドワンダーランド、それから鬼滅の刃があります。冬の日のトゲくんです。2個と3個あります。確か地引きしたんですけど、地引きした分にはこんな感じでセリアで購入したハート型のシールをつけております。パンダちゃんがあります。これ交換可能です。続いてアニカフェのトゲくんが1個2個3個あります。次がパーカーバージョンっていうんですかね、これボックスしてたこともあるので結構あります。3、4、5、6、7、8、9個ありますね。これが地引きしたか交換でお譲りいただいた気がします。多分地引き分だと思う。お花見のトゲくんですね。中古ショップで購入した気がします。このねシリーズ買えなかったからめちゃくちゃラッキーでしたね。これも中古ショップで購入ができた。パーティーバージョンのトゲくんですね。これめちゃくちゃお気に入りでもっと購入したかったんですけど、私が買う頃にはもうボックス売ってなかったので、ある分だけ購入して交換しました。なので3つありますね。地引きが2つ分となります。こんな感じでつけてますね。次、これは視聴者様からいただいた缶バッジですね。トゲくんとこの3人が写ってるものです。それぞれ1個ずつあります。ここからがトゲくん椅子バージョンですね。このビジュアルめちゃくちゃ大好きだったので5ボックスしました。地引き分貼ってますね。多分24個ぐらいあります、ここまで。多分だけど。続いて2列目ですね。2列目、ここはオールスター缶バッジですね。ジャンプショップのです。これ買い取りで購入しました。受注するのを忘れてしまっていたので現在5個持ってます。その後ろ、これ開封動画であげたと思うんですけど、丸いのトゲくんですね。地引きした分は2つだったけど、そこから結構交換したりもしたので今は5個あります。ここまでですね。その後ろが迷子のキャラクターたちですね。五条先生以外は基本揃ってます。交換可能です。こんな感じで、次、これ呪術ゼロのトゲくんですね。こっちが一般の缶バッジだった気がする。忘れてしまったけど、その後ろに2個購入して2個ともパンダ先輩だった思い出がありますね。こんな感じです。で、一旦週は追跡なので3列目いきます。3列目も同じく呪術ゼロの缶バッジですね。これはローソンとの缶バッジです。5店舗ぐらい回って16個ぐらい購入できたので結構交換できました。10個ありますね。で、まきちゃんとパンダちゃんがいます。あとは交換決まってしまったのでこの2人なら交換可能です。ここにエマちゃんがいますね。ハリーポッターめちゃくちゃ大好きなのでなぜかここに入ってるんですけど、多分整理しきれてなくてここに入れたんだろうなという感じです。さあ2列目がここ行きますね。ここは先ほども言ったようにエペリくんですね。エペリくんが同じ柄がずらっとここまであります。何個あるんだろう。ローソン2個です。いたばギリ作れる気がする。この個数なら。この後ろに他の柄がありますね。これとこれ、実験服のものです。視聴者様からどちらもいただいたものです。ありがとうございます。3列目までご紹介が終わって、続いてが4列目ですね。4列目は主に鬼滅の刃が入っております。まず善一くんの缶バッジのボリューム1ですね。こちらが2個あります。その後ろに同じシリーズのボリューム2だったかなのみつりちゃんがいます。あとこのねデフォルメ型の善一くん、かわいいですよね本当に、があります。続いてみつりちゃんかわいいがあって、こちらがビリバンコラボのルエットカラーシリーズのむいちろうくんですね。これもあります。あ
とローソンコラボのみつりちゃんがあったり、あとこの善逸くんと葵ちゃんの木の回復訓練のシーンがある、缶バッジ可愛いですよねこれ、があります。あとこれもトジコレかな、クッキーのむいちろうくんがあって、その後ろに墨絵風のむいちろうくんの缶バッジがあります。で続いてこちらつむつむみたいな、これ名前忘れてしまったんですけど、善逸くんと伊之助くんですね。そして梅雨のシリーズ善逸くんですね、こちらが1つ2つとあります。またもやみつりちゃんローソンコラボのですね、こちら1つあります。キャラ撮りの善逸くんですね、こちらも1つ持っております。プチザブの善逸くんですね、これもあります。そして結構上位に入るビジュアルなんですけど、こちら極楽湯の善逸くんです。刀身が1つとデフォルメが1つ2つあります。そしてこの辺は善逸くん1つとハートフルなんちゃらだっけの善逸くんですね、こちらの善逸くんも所持しております。そしてハロウィンの善逸くんですね、これめちゃくちゃ可愛い、本当に可愛くてお気に入りです。 UFO テーブルの缶バッジは外れがない、ゆるふわパレットだった気がするんですけど、こちらの善逸くんが1つあります。これが歌舞伎コラボだった気がするんですけど、こちらの善逸くんがあります。ここからちょっと銀袋をしているんですけど、最近開封して全然交換探していないランダム缶バッジですね、キービジュアル変わってからのものです。みつりちゃん1つ所持しております。他は迷子ですね、みぐろさんと煉獄さんが2つあります。ジャンフェスの善逸くんですね、これもめちゃくちゃ可愛くてお気に入りなんですけど、こちらが3つですね、3つあります。その後ろがこれも開封動画あげたんですけど、集合会議のむいちろうくんですね、これ結構交換して6個むいちろうくんあって、その後ろにみつりちゃんがあります。これがなんじゃタウンの善逸くんですね、これも結構大好きなビジュアルです。こちらが2個あります。その後ろがカサッコかなの善逸くんですね、こちらも2個あります。最後ですね善逸くんですね、こちらも1つあります。鬼滅の刃は缶バッジもともと集めてなくて、途中から集め始めたので視聴者様からお譲りいただいたものがあります。てかほとんどそうかな、この辺とかこの辺は自分だけど。そしてですね、一番後ろのここですね、ここにもツイストがありました。この絵柄のものが1、2、3、4個あります。その後ろに視聴者様からいただいたほうきに乗ったイベルくんも1つあります。1度目はこんな感じですね、全体的に見るとこのようになっております。ぴったりサイズのスリーブであれば4列綺麗に収まることができます。しかもね、仕切りもこうやって余裕を持って入れられるのでおすすめです。仕切りの綺麗な付け方をすごいね聞かれてたんですけど、特になんか何も考えずにしちゃってるけど、ここね3個使ったら真ん中固定できるようにこの辺だろうみたいな真ん中にこうやってつけて固定してます。そうすると倒れることなくめちゃくちゃ綺麗に入ります。これがあるおかげで缶バッジ縦に入る数が少なくなってしまうんですけど、まあ、そんなね変わらないのでこんな風に私は収納しております。次2段目いきます。2段目には主に東京リベンジャーズの缶バッジを収納しております。こんな感じですね。そしたら1列目からご紹介していきます。まずこちらが旗持ち缶バッジです。これは買取で購入したので結構あります。自分よくんは11個あります。続いてカズトラくんですね、カズトラくんもめちゃくちゃかっこいいですね、これ本当に。これが 1,2,3,4,5,6,7 個あります。旗持ちは以上で、続いてがこれですね、アートピックだっけ
お名前忘れてしまったんですけど、こちらのちふゆくんも2個あります。その後ろにかずとろくん1つ所持していて、後ろはバジくんがあるとこれですね、2個あります。続いて後ろですね、後ろ側がまずカプカンのちふゆくんですね。これね、缶バッジカバーついてきて200円か300円ぐらいのものなんですけど、1回やったらまさかのちふゆくん自引きできたものです。これもですね、これはランダムとかじゃなくて自分で絵柄を決めて購入できるちふゆくんの缶バッジが2個あります。その後ろはカズトラくんですね。これも買い取りで購入しました。スカジャンバージョンのちふゆくんですね。引きが1、2個あります。アップが1、2個と各2ずつ所持しております。その後ろはパーカーのちふゆくんですね。これも結構交換探したので9個あります。ここまでありますね。その後ろはボックス買いしてたものです。このちふゆくんの絵柄と絵のタッチがすごく大好きなので結構頑張った気がします。2、3、4個ありますね。カズトラくんも2、3、4個あります。その後ろにカズトラくんがいます。2列目からはほぼ同じ絵柄の缶バッジなんですけど、まずフルカラー缶バッジグリッターはちふゆくん1つのみ所持しています。偏ってたんだよねグリッターが。まあ、案の定ちふゆくんはレートがめちゃくちゃ高かったから自分がね地引きした1つしか持っていないです。であとはここからはちふゆくんのこちらの絵柄のものがここからここまで入っております。45個とかあるかな、数えてないので分かんないけど。で3列目もですねちふゆくん同じ絵柄の缶バッジがあります。ここからここまでですねちふゆくんとなっております。もう本当にすごく頑張った。続いてカズトラくんですね。ちふゆくんメインだったんですけど、このビジュアルのカズトラくんも好きだったので、これはグリッターは2点とも地引き分です。その後ろのノーマルは交換もしてくださった方がいらっしゃって本当にありがたかったです。ここからここまでですねノーマルはあります。その後ろに視聴者様からいただいた袴のちふゆくんと、これなんだっけな、私なんかもともとパッケージに入ってたんですけど一応見返したいなと思って1セット分だけこんな感じで解体しちゃってます。3列目も以上ですね。続いてが4列目になります。こちらが原画展のアルティメット缶バッジですね。ちふゆくんが 1,2,3,4,4 個ですね、4個あります。ここまでですね。その後ろから迷子のものがあります。竹道くん、マイキーくん、バジくん、トコ、タイジュくん、イザナくんですね。アルティメタル缶は1セットしか購入してないんですけど仮約束してなくって、てかそろそろ交換見つけないとやばいなと思ってるそろそろ探します。そしてフルカラー缶バッジ続きですね。迷子の分グリッターの竹道くんが1点とノーマルの竹道くんが2点ですね。でマイキーくんが1、2個あります。三ツ矢くんも1、2、3、4個ありますね。その後ろがセリアで購入できたランダム缶バッジですね。これそんな買ってないんですけど地引き分はこんな感じです。ちふゆくんまさかの地引きすることができて嬉しいですね。このさ、なんかしなしなの OPP 入れ替えようか悩んでて結局入れ替えずにこのまま放置してます。2段目もこんな感じですね。すごい、これも綺麗に収納することができてめちゃくちゃ満足です。あとねもうちょっとで埋まるので頑張っていきたいと思います。3段目は大きさが様々な缶バッジを収納しております。左端からご紹介していきます。ここは 75mm 缶を収納しておりますね。まずこちらもうすごくお気に入りなトゲくんの原作缶バッジですね。めちゃくちゃ大好きです。大好きなんだけど全然集めきれてなくて1個しかないです。そしてこれもねすごく可愛いんですよ。視聴者様からいただいたものですね。トゲくんの綺
ラキラな缶バッジです。75ミリ缶は基本原作缶が多いかな。ここからが鬼滅の刃となっております。第1弾だった気がするんですけど、ちょっと段数の方は忘れてしまったので省きます。こちらの絵柄が1、2、3、4、5個ありますね。そして続いての絵柄、こちら、これが1、2個あります。そしてこの絵柄、これ3段とかかな、忘れちゃったけど、1、2、3個ありますね。そして善子ちゃん、これが1、2個あります。こちらの絵柄が1、2個ですね。その後ろに無一郎くんが1点あります。続いてがこちらの善一くん、こちら1点のみ所持してます。その後ろ、このね、すごいこれ可愛くてお気に入りなんですけど、この善一くんも1点のみ所持してます。その後ろが原作缶バッジの6段ですね。6段、これすごいお気に入りで、 FF 様が代行してくださってるので、これ以上に増えはするんですけど、現段階で善一くん3個所持しております。そしてこれはスイパラの善一くんですね。私の一番この世で大好きなオムライスを持っている善一くんです。すごい愛おしいです。そしてこれが渋谷ジャックだったっけな、その時の千冬くんですね。アロハシャツすごいお似合いでびっくりしてる。1点のみ所持していて、当たり付き缶バッジのナホヤくん、こちらが2点ありますね。そしてこちらも当たり付き缶バッジ、ロット買いしてくださった方の枠に入れさせてもらって、ナホヤくんが1、2、3、4、5個あります。その後ろ千冬くんもロット買いで枠入れてもらって2点ありますね。ここは以上で、後ろにエペルくん、こちらの柄が4点あります。で、一緒に同室しちゃってるんですけど、絵札缶がこんな感じでカップ1で持っております。手前はカップ缶とかだったりがあります。カップ缶とか言いながら一番最初は違うんですけど、無限列車編の缶バッジ善一くんが1点あります。ここからがカップ缶ですね。番長校シリーズの善一くんとかだったり、無一郎くんとか、こんな感じであります。シリーズの名前を忘れてしまったので詳しくご説明できないんですけど、あとニトタンとか、これはピタ系ですね。ピタ系も可愛くて大好きです。こんな感じですね。このエリアは以上で、続いてここにあるものですね。ここにはこちら丸角缶バッジのエペルくんが1、2、3、4、5、6、7個あります。ここ全部この絵柄ですね。その後ろ、ここが同じく丸角缶のリドルくんと同じような形のみつりちゃん、あと善一くん、無一郎くん、無一郎くんに関しては2点所持してます。そしてその後ろが黒羊店のランダム缶ですね。マダムレッドとリジーとお兄ちゃま、ヘッドフォードご夫妻があります。ここは以上です。続いてこちら、ここは視聴者様からいただいたものが多いですね。デンチくん、かわいい、各1点ずつあります。リドルくん、これね、わざわざリスナー様が購入してくれて送ってくれたんですよ。めちゃくちゃ優しくない？あの、私の推しが全然弾けないからという理由でこんな感じで買ってくださって送ってくれたの、すごく優しい、ありがとうございます。大切にしております。あとレザーバッジがなぜか開封したものをこうやってスリーブに入れちゃってます。ここはこんな感じです。で、ここですね、ここはですね、ちょっと見せづらいからこうしちゃうか。これはちっちゃめな缶バッジを入れてます。原作の特装版についてきた缶バッジとかだったり、視聴者様からいただいたちっちゃめな缶バッジとかあります。金額のものですね。このこれもですね。あとローソンで購入した付箋ですね。これキャンペーンだった気がする。飲み物を購入してもらったものですがあったりします。2列目も以上で、3列目はですね、もうほとんど同じものですね。
まずレザーバッジ、先ほどここでお見せしたものと一緒なんですけど、こちらがこんな風に交互にして入れてます。ここまで板場作る用で購入したけどっていう感じですね。その後ろ65ミリ缶のツタヤのトリックですね。こちらが2点所持してあります。あとこれ名前忘れてしまったんですけど、トリック1点所持しているのと、このみつりちゃんは2点あります。こちらも視聴者様からいただきました、ありがとうございます。あと特装版についてきた缶バッジが1個ここにあります。ここにはですね、視聴者様からいただいた善一くんのマグネット缶とみどりくんがあります。めちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。あとなぜかアルティメタル缶バッジの残骸がこんな感じで放置されております。3段目も以上ですね。次4段目いよいよ最後になります。こちらはですね、アクスパやラバスト、アクキーとかストラップ系のものを主に入れてたりしています。そしたらこちらも1列目からご紹介していきます。結構エリアごとに分けてますね。私はまずこれね、すごくお気に入りなトリくんのアクスパ、こちら視聴者様からいただいたものですが1つ所持していて、あとは UFO テーブル関係のアクスパがこんな感じで入ってたりもしています。銀袋がない UFO テーブル関連のアクスパはここですね。銀袋があるものは別で保管しております。次これはお名前わからないんですけど、視聴者様からいただいたものです、ありがとうございます。あとこういうクリップ系もいただいたりしたものですね。この中に入っている台紙と一緒に収納しております。これがアクキですね。これも視聴者様からいただいたものです、ありがとうございます。各位置で持ってるものはだいたいいただいたりしたものとなります。これもですね、可愛いよね、これめちゃくちゃお気に入り、ありがとうございます。次ここはですね、番長校が入っております。こんな感じで見せようかな。まずもうすごくお気に入りな、私の推し2人が並んでいる番長校ですね。これ何なんだとか忘れたけど、めちゃくちゃ大好きです。ほんと上位に入る。2人がセットなのも嬉しいし、周りがピンクで囲まれてるのもドンピシャすぎてめちゃくちゃお気に入りです。一時期エアポッチつけてたよね私。これがですね、エアポッチにつけてる分を除いて 1,2,3 個あります。その後ろがジェイツくんとちーちゃんが 1,2,3 個あります。ジェイツくん単体が1、こちらも1で各1ですね。その後ろジャンル変わるんですけど、トゲくんが1個とパンダちゃんとトゲくん、あとまたジャンルが変わってリドルくんっていう感じで、これは番長校じゃないけどこんな感じであります。次ラバストですね。ガチャガチャのトゲくん 1,2,3,4,5,6,7 個あります。その後ろはドラケンくんですね。その後ろにエッテルくんがいるという感じになっております。ここも以上ですね。次ここがラバスト系になります。トゲくんですね。トゲくん、マキちゃん、パンダちゃんという感じです。その後ろ呪術ゼロの一番くじのトゲくんがあります。あとはジェンツくんのラバストがあったりという感じですね。そして最後のここですね。ここは原画展のナホヤくんのものですね。グッズが一つあります。エペルくんのアクキーとリドルくん、黒ひつじくんのジョーカーとフォルフラムですね。と善一くんがこんな感じであったりします。3つ目はこちらで以上です。続いて2列目ですね。ここはアクキーですね。トゲくん、ナホヤくん、トゲくん、善一くん、北野善一くんとみつりちゃん、ぬいちろくんがあります。善一くんとバチラくんですねがありますね。ちょっと見せづらいのでこうして見せますね。ここからがまたサイズのちっちゃい子たちで、善一くんがこんな感じになります。これスタンド型になるやつ
ですね、ここ見えだった気がするんですけど、の善一くん、の一郎くんとかだったり、ピタのアクスタですね、の一郎くんがあります。あとめっちゃ可愛いんですけど、このトゲくんとエペリくん、これもすごい可愛い、マカロンと一緒にいるエペリくんです。ユルファの善一くんとみつりちゃんですね、これも善一くんが、こう結構いろんな善一くんがこんな感じでいます。最後の一郎くんですね、ここも以上で、続いてこっち、ここはこうアクキー系ですね、善一くんがこんな感じでいます。これは2点生じてましたね、善一くん、善一くん、ご当地系の、これね、お客様からいただいたものなんですよ。私が鬼滅好きだって言ったら、善一くん推しだって分かった瞬間、こう買ってきてくれてて、めっちゃ優しいですよね。ありがとうございます。そして最後じゃなくて、こっちですね。こっちは特装版だった気がするんですけど、トゲくんと、これもご当地のやつですね。善一くんと、あとリドルくんの、これ、こういうやつ。名前忘れちゃったんですけど、あと善一くんの座布団のアクスタですね、あとネーム系のもの、トゲくんとナホヤくんあります。次ここですね、ここがですね、まずこれは Vlog でもお見せしたんですけど、原画展のグッズですね。あとドラケンくんがいます。その後ろは善一くんの前髪クリップと、座布団のプチダブの善一くんと、この善一くんがいます。石場くじとかかな、多分忘れちゃったけど、いよいよ最後ですね、最後の列ここになります。ここはですね、滅シリーズのラバストですね、段数は省いてご紹介するんですけど、善一くんがこうあって、みつろうくん、これ2点処理してましたね、2点あります。あとみつりちゃん、これすごい可愛くてお気に入りです。この鏡を持ってる善一くんも1、2点所持しております。このボケっとしてるむいちろうくんは1、2、3個あります。続いての絵柄、このむいちろうくん1、2個ですね。ジンツくんが1、2、3、4個ですね、あります。むいちろうくんが1、2、3個ですね。そしてこのねずこちゃんと善一くんのが1個で、マイケル善一くん1個、このね石ころ投げてるマイケル善一くんの、めっちゃ大好きな泣いてる善一くん、めちゃくちゃこれ大好きなんですよ。もっと集めたかったんですけど、いってないんです。で、紙飛行機を飛ばそうとしてるマイケル君、こちらが1、2、3点あります。メズシリーズ以上ですね。続いて前髪クリップ台紙に入れたバージョンがこうあります。で、こうね、こちらの善一くんもあったりします。あとキュンキャラの善一くんがあったりします。あと一番くじ、こちらも無限列車編の善一くんですね、こちらもあります。続いてエペルくんになります。これも1、2、3、4、5個あります。そして後ろ、これはカプセルラバーマスコットのナホヤくんですね。これがこんな感じで1、2、3、4、5個あります。これミンティアですね、ミンティアトゲくんとミワちゃん、ミワちゃんは2点ですね。あと3年生があります。その後ろがちふゆくんのこのインスタ風のやつですね、これ1点と、シリアのこのなんて言えばいいのかわからないんですけど、こちらがカズドラくん、ドラケンくん、マイキーくんとドラケンくんっていう感じで各1点ずつ所持しております。善一くん、ムイチロウくん、ローソンのコラボかな。あとはこんな感じで終わったりしますね。はい、これも以上となります。全体的に見るとこんな感じですね。少しでも参考になれば嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。まおでした。